い、どうも皆さんお疲れ様でした。ゆりさん、お疲れ様。どう、自分で終わりにできた、 しっかり区切りつけられましたか。あ、元気がないな。まあそんだけ、あんだけやればね、元気もないよね。ね、区切りはつけられましたか。はい、はい、しっかり元気よく小学校行ってください。はい、なんかあのバタバタもありましたけども、子どもたちは分かってるんですね。時間がどんどん進んでいってしまって、ね、太鼓を、ね、やってる時は一生懸命、ね、お家の方も自分のこと見てくれて、それがもうなくなってしまうのかとなんか不安なんですね。なので、まあ、太鼓があってもなくてもですね、これから小学校行ってしっかりお子さんを、大切に、もういつもですね、もう本当にぎゅっと抱きしめてあげるぐらいの感じで、育てていってください。一つよろしくお願いします。どうもありがとうございました。